透明人間は H.G. ウェルズの SF 小説。アメリカの作家ラルフ・エリソンにも同じタイトルの作品があるが、そちらは通常見えない人間と訳されることが多い。優勢思想を持った科学者が自らが開発した薬品によって透明人間に変身し、ロンドン郊外の村で巻き起こす数々の事件を描いた作品で SF 小説の古典として有名である。 薬品によって人間が変身するというアイディアは、スティーブンソンのジキル博士とハイド氏から得てはいるものの、薬と特殊な証明を当てる機器を併用することによって透明化するという点で大きく異なる。また、主人公の科学者は、透明になる以前から研究資金を得るために父親を死に追いやり、傲慢な性格により孤立し、研究に取りつかれていく姿や、透明になったことで、 優劣思想がより悪化して、非道の限りを尽くす姿を描いている。なお、1954年の日本映画、透明人間は本作とは直接無関係。1992年のアメリカ映画、透明人間の原作は、本作ではなく、H.F. セインとの小説、透明人間の告白である。ありがとうございます。